おはようございます。ウーハの岸本です。今日は1月の24日、金曜日です。これから東京に行きます。先週これ新幹線乗った時ね、2階に上がってしまったんですけど、 EX カードは在来線のカードを持ってたら2枚重ねたらよかったんですけど、故障が刻々してます。EX カードってちょっとややこしくって、2人以上乗れるんですけども、2人以上の時はこの在来線のカードと3枚重ねたらいいとか、そういうことじゃないですよね。この駅の作りによって違うルール、ちょっとなかなか難しいと思いません？ブーッとなってからピンポンピンポンっていうのは何やろね、これね。この日の朝はちょっと雑誌の原稿とか書いてたんですけどね、まあ、名古屋越えてしばらくしたら眠たなったので寝てました。パソコンのキーボードうるさい時あるよね。ここは2枚重ねで在来線の方に行ったんですよ。これまあようできてるって言ったらようできてるんですけども、面倒ですよね。はい、高輪口に出てきて、ここからは秘密の乗り物で御殿山に移動しました。原美術館の前の通りもだいぶね風景が変わりました。この日はあの森村さんの展覧会のオープニングと、それから内覧会があったので、たくさんのプレスの方が来られてます。撮影は2回目でアーカイブ用に収録しました。夜はオープニングレセプションでパーティーがあります。お天気は良かったんですけど、やっぱり冬場なのでちょっと庭に出てる人は少なかったですね。これクラナラだよね。おーなんだこれ、おーじゃないの、創作モデちゃうんか。こちら右側がうちが出してる DVD です。ぜひお手に取ってご覧ください。次の日の土曜日は銀座に行きました。あ、これ見れないんですね。でもどうか、そうでもちゃんとあれがついて、水平器もついてんですね。自分でつけた。あ、自分でやっぱりeeeeスポーツ、あーeeスポーツ銀座スタジオ、銀座温泉もできますので、よろしければこちらの列で。色がちょっとなんかこの一冊の色だと工具っぽいかなと思って、そうなるとまあちょっとこれだと眩しいから、でも目立った方がいいのか分かんないんで、ブルーグレーかなと工具っぽいですね。そう思ってなんか原美術館の映像記録というのはもう10年以上やってるんですけども、来年この品川の原美術館が一応閉館してしまうので、まあなんとか今年にはまとめたいなと思ってるんですけどね。そんな頑張って。そんな僕がいつもあの原美術館に行くとですね、泊まるところはこの五反田にあるホテルアリエッタというところなんですけど、原美術館から歩いてだいたい10分ぐらいですかね。まあ、この近辺にはあの居酒屋さんとか食べ物屋さんも多くて、まあ、いつもここに泊まってます。ちょっと変わった作りになってて、こういうふうにマンションみたいになっていて、まあ、直接外側にドアがあります。この日は7階の部屋だったんですけど、まあ、部屋が2年ぐらい前かな、改装されてちょっと綺麗になってます。前のタイプの部屋もまだ残ってるんですけども、これはあの新しくなった方の部屋ですね。これがまあ多分シングルの部屋ですね。ダブルの部屋はもうちょっと広かったと思います。でもダブルもあんまり変わらなかった気するで、簡単な朝食もついていて、今だいたい9000円から1万円ぐらいで泊まれると思うんですけど、昔は多分8000円ぐらいで泊まれたと思うんですけど、まあ、徐々にね、どこのホテルも高くなってきてますよね。最終日の日曜日も朝から原美術館で撮影しました。これはあのジンバルっていうやつに乗ってて、1時間もやったらもうヘルヘルでしょ。品川駅やね、もうこれ帰れるとこです。モニターいっぱいあって、贅沢ですな。はい、これの前のとこ、はい、座るとこ、珍しくまだギア取れたら持てたらな、まあちょっと音が知らなかったんやな。はい、それじゃあ食レポ。はい、こっからは食レポになります。これです。うなぎと金目鯛と銀鮭のお弁当を買ってみました。初めて買ったんですけどね。まあ私どっちかと言ったらこういうお弁当では和食の方が好きですね。あの洋食っていうのは冷めるとやっぱり美味しくないもん多いですけど、和食の方は冷めてもまあまあね美味しいことがあるの でまずは、多分一番味が薄いだろう、この金目鯛から食べてみようと思いました。
ほとんどどうでもいい話しちゃってますね。でご飯も食べようと思ったんですけどね、ここになんかそぼろみたいなのが乗っかっていてですね、そのそぼろの味付けが若干甘かったんですね。私はそぼろはあんまり好きなことないですね。魚のそぼろですけどね。はい、次にうなぎですけども、だいたいこういうお弁当のうなぎってちょっと固いめですよね。なんか特に皮の方がちょっと固かったりするんですけど、やっぱりあのお弁当の時はアナゴの方がいいかなというふうに思います。それとうなぎの下にこのなんか錦糸卵みたいなちょっとね、なんか飾りの卵みたいなのが乗ってるんですけど、これがちょっとやっぱり今一つですね。あのもう何も乗せないか、あの深川飯みたいになんか海苔だけにしとくか、そっちの方が美味しいと思うんですけどね。やっぱり見た目重視なんでしょうか。うなぎはまあ普通でした。はい、次に銀鮭です。この鮭は味噌焼きになってました。やっぱりお弁当は鮭かなというふうに思うんですけど、あの味噌焼きもなかなか美味しいですね。でこの3種類の中でもやっぱりこの鮭が一番美味しかったように思います。この僕がお弁当食べてる時に隣のおじさんはずっと柿の種でビール飲んだったんですけど、まあそれが終わったらどっか行かはるなと思ったら、帰ってきはったらタバコ臭いんですよね。よく考えるとここはあの喫煙室の近くやったんですね。でたまたま窓際が空いてたからここ取っちゃったんですけど、喫煙室の近くの席はやっぱりあの窓際が空いてても取らない方がいいと思いました。やっぱり通路側に喫煙室に、まあ、すぐに行けるので、そこをまあ狙って予約してる人がいるんですね。なので、まあ、喫煙室から帰ってきはったらすっごいタバコ臭いので、まあ、そこはまあ注意した方がいいと思います。そういうことやで。さあおじさんがあのお弁当食べてるだけの動画なんですけど、しかも食べてるところは映ってなくって、お弁当箱の中に入ってるお弁当がどんどんなくなっていく様子しか映ってないというね、もうここまで見てそろそろ飽きてきたんじゃないですかね。もうちょっとしたら終わりますんでね、もうちょっとしたらまた違うものが始まりますので、もうちょっと我慢してみてください。誰も見えへんぜ。だいぶ最後の方もできましたけど、やっぱり最終的には、この銀鮭が一番美味しかったように思いました。これ確か1300円やったかな、なんかそれぐらいしたんですけど、やっぱり深川飯の900円かな、あれの方は値打ちあるような気がします。うなぎ金目鯛と銀鮭の愛の瀬御膳でした。やっと終わった。さあここからですけども、あの新幹線にあのフリー Wi-Fi っていうのがついてですね、ちょっと遊んでみました。Google マップでですね、今どこ走ってるかっていうのが、まあ、出るので、まあ、それをちょっと録画してみたんですね。今これ岐阜市でですね、名神とちょうど交差するとこなんですけども、なんか GPS が間違って名神の上に走ってましたよね。まあ、大体こんなぐらいの精度で出てるとは思うんですけども、ちょっとあの線路からはみ出したりしたりしています。でもうちょっとしたら、この岐阜羽島の駅が見えてくると思ってたら見えましたね。こんなん誰でも知ってるで。まあまあこの辺り正確ですね。でもうちょっと行ったら長良川が見えてくるはず。もうちょっとしたら鉄橋来ますよ、鉄橋来ますよ。こうぴったりですね。当たり前だろ。まあ当たり前なんですけどね。終わって、もうちょっと行ったら、あ、これです。パナソニック。変な建物ないね。パナソニックソーラーアーク出てますね。じゃあ地図にもね。で、関ヶ原を越えて伊吹山が見えるかなと思ってたんですけど、伊吹山どれかなと思ったらもう全然勇気なくってね、右側に見えてるのが伊吹山なんですけど、スキー場もこれじゃオープンできてないと思います。もう3月ぐらいちゃうの。と言ってる間にもう京都に着きました。今度は、京都駅の北口ですね、烏丸口の方から出ようと思って2枚重ねでここから出ました。1人の場合は2枚重ねで出られるということですね。はい、2泊3日の収録の旅が終わりました。だいぶ疲れてますね。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンを押してください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。でもまた見て。